皆さん、こんにちは。日本の女優、檀れいさん。元宝塚歌劇団月組、星組トップ娘役として活躍し、宝塚退団後はドラマ、美しい隣人や、ビビアンと、舞台、夜叉が池など、数多くの作品に出演しています。そんな檀さんですが、宝塚時代にいじめに遭っていたという噂が、また、2011年に歌手、俳優の及川光博さんと、結婚するも2018年11月28日に離婚しています。そこで今回は檀さんのいじめの真相や子供の有無、再婚の可能性、国籍、年収、宝塚退団理由などについて調査してまいりましたのでお伝えいたします。まずは檀さんのプロフィールから見ていきましょう。檀れいさんは1971年8月4日生まれの52歳、兵庫県出身。身長162センチメートル、血液型 A 型。1990年、宝塚音楽学校入学。1992年、第78期生として宝塚歌劇団入団。雪組、この恋は雲の果てまでが初舞台となりました。ちなみに入団時の成績は40番で最下位だったそうです。1998年、朝ちが宿新人公演最後となる。入団7年目で初めてヒロインに抜擢され、翌年より真琴翼さんの相手役として月組トップ娘役に就任。2005年の宝塚退団後も女優として活躍を続け、2011年7月27日歌手俳優の及川光博さんと結婚しました。お二人の出会いのきっかけは、2009年放送の及川さんがレギュラー出演していた人気ドラマ相棒での共演。檀さんはゲスト出演で、お二人は元恋人役を演じていました。及川さんは大の宝塚歌劇団のファンであることを公言されています。確かに常に王子様キャラを崩さないところやライブでの演出など多くの面で影響を受けていることが見て取れますね。そんなお二人ですから、すぐに意気投合できたのでしょう。しかし結婚まで全く順調だったわけでもなかったとか。実は交際から結婚までの間に一旦破局もしています。ですがその流れを変えたのが2011年3月11日に起こった東日本大震災。檀さんは阪神淡路大震災でのトラウマを思い出したそうです。当たり前と思っていた日常が地震によって一瞬で失われてしまう経験を思い出し、精神的に不安定になってしまったそうです。そこで手を差し伸べて僕が守ると寄り添ったのが及川さんですが、この出来事で大切な人と支え合って生きていきたいと結婚に踏み切ったのではと思われます。こうして愛を育んだお二人ですが、及川さんからアプローチをし、メールアドレスを交換して食事に誘うなど徐々に距離を縮め、約1年の交際を経てゴールイン。しかし結婚から約7年後の2018年11月、檀さんは及川さんと連名で報道各社へファックスを送り離婚を発表しました。離婚理由については、お互いの仕事に集中するあまり時間的にも精神的にもゆとりが持てなくなったとのこと。お互い売れっ子ですから夫婦として生活していくのは難しかったのかもしれませんね。なおお二人の間に子供はいません。子供ができなかった理由に関しては、結婚時の年齢や不妊だった説、子供が欲しくなかったなど様々な説があります。一般的に妊娠しにくくなる年齢は、男女ともに35歳からと言われています。結婚時、檀さんは39歳、及川さんは42歳とすでに、妊娠しにくくなる年齢を過ぎていたので、仮に子供が欲しかったとしても、作れなかったのかもしれませんね。そんな檀さんですが、現在再婚はしていません。こちらは母親が再婚したことに関連があるのではと言われています。檀さんが宝塚歌劇団に入団する頃、すでに両親は離婚。その後母親は再婚しています。再婚相手である系譜はとても優しく、系譜を支えに頑張っていた時期があったとか。檀さんをいつも応援してくれていたそうです。ところがその系譜は交通事故で他界。現在も至る所に系譜の写真が置いてあるとのこと。血はつながっていなくても系譜のことをとても慕っていたのですね。
1992年の入団から2005年の退団まで宝塚女優として活躍し続けた段さん。しかし宝塚時代いじめに遭っていたという噂もあります。2013年に放送された出張徹子の部屋に段さんと宝塚の OG の方が出演した際、宝塚時代の段さんの先輩にあたる誠翼さんが段レイさんをいじめによって泣かせたことがあることを暴露していました。段さんはそんなことないですと否定したものの、週刊誌にもいじめは報じられています。いじめについては多くを語られていませんが、宝塚 OG の方の中には嫉妬等があったという話もしていることから、いじめが全くなかったとは言い切れないのかもしれません。また宝塚時代にはバッシングを受けていたという話も。段さんは宝塚音楽学校に短い準備期間で受験に臨み合格したため、ダンスや歌が周囲の人やファンから下手と言われることもありました。1999年に初めてトップ娘役となった時、当時トップ娘役には歌とダンスがうまい千尋玲香さんがつくものと思われていたため、ダンさんの抜擢には多くの人が驚いたそう。このことにショックを受けた千尋玲香さんは密かに劇団四季のオーディションを受けて宝塚を電撃退団してしまうという出来事も。結果的にダンさんが千尋さんを退団させたと言われるようになり、これが原因で内外からバッシングや嫌がらせを受けることになったのです。嫌がらせの内容はファンレターにカミソリが入っていたり、ファンに足を引っ掛けられたこともあったとか。さらに宝塚内では誰からも食事に誘われず孤独な日々を送っていたのだそうです。宝塚時代からずっとトップ女優として活躍している段さんですが、裏ではこのような苦労があってなんて驚きですね。なお段さんの同期には千尋玲香さん、瀬名純さん、高城圭さん、大空雄飛さん、夢木乃愛さん、音羽亮さんらがいます。2012年7月1日の大空雄飛さんの退団をもって全員が退団しました。2005年に宝塚歌劇団を退団した段さん、退団会見で戦火から再び星組の主演娘役となった時に、自分の中で2005年夏までと退団の時期を決めていましたと明かしています。その理由については寿退団ではなく、はっきりした理由はないんです。大好きな宝塚だからこそ自分で決めた時期まで走り続けようと思ったんですとコメント。続けて今年のスケジュールを見ると、星組は宝塚大劇場の公演が一度だけ、私が星組の主演娘役をやらせていただいて4公演目になりますが、これが期間的にも時期的にもいいのではないかと心情を話していました。ネット上でダンレイで検索をするとダンレイ中国といったワードが出てくるほか、ハーフではないかという声があります。しかし前述したようにダンさんは兵庫県出身で、ダンさん自身がハーフやクォーターと明かしたこともありません。このことからダンさんの国籍は日本で純粋な日本人だと思われます。ただ宝塚時代に中国で公演を行ったり北京語を披露したことから、国籍が日本ではないという噂が出て検索ワードに浮上したようですね。1992年の宝塚加入以来、多くの作品に出演し続けるダンさん、年収も気になりますね。残念ながら年収は公表されていません。しかし宝塚を退団後も様々なドラマ、映画、舞台の作品に出演し、さらに CM もあることから、年収は数千万円ほどあるのではないかと思われます。以上、今回は段レイさんの宝塚時代のいじめの真相や宝塚退団理由、結婚、子供、再婚、国籍、年収についてお伝えいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。